ルーク・レイ・ジャクソンは、アメリカ合衆国フロリダ州、ブロワード郡フォートローダーデール出身のプロ野球選手。宇トを右打ち。MLB のアトランタブレーブス所属。2010年の MLB ドラフト一巡目追放で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。翌2011年に、参カの A 級、ヒッコリー・クローダッツで、プロデビュー。19試合に先発登板して5勝6敗。 防御率5.64、78奪三振を記録した。2012年は、A 級ヒッコリーと A 級マートルビーチペリカンズでプレーし、2球団合計で26試合に先発登板して10勝7敗、防御率4.65、146奪三振を記録した。2013年は、A 級マートルビーチと A 級フリスコ、ラフライダーズでプレーし、 二球団合計で25試合に登板して11勝4敗、防御率2.04、134奪三振を記録した。2014年は、A 級フリスコとトリプル A 級ラウンドロック、エクスプレスでプレーし、二球団合計で26試合に登板して9勝5敗、1セーブ、防御率5.41、126奪三振を記録した。 オフの11月20日に40人枠入りした。2015年は開幕から AAA9 ラウンドロックでプレー。8月6日にメジャー初昇格を果たしたが、この時は登板機会がないまま11日に AAA9 ラウンドロックへ降格した。ロースター拡大後、9月4日のロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは7試合に登板して、 防御率4.26、6奪三振を記録した。2016年は8試合に登板して、防御率10.80、3奪三振を記録した。2016年12月8日に、タイレル、ジェンキンス、ブレーディ・フェイングルとのトレードでアトランタブレーブスへ移籍した。2017年は43試合に登板して2勝、0敗、防御率4.62。 33奪三振を記録した。オフの12月20日にディフェとなり、2018年1月4日にマイナー契約に切り替わって、参家のトリプル A 級グーイネットストライパーズへ配属された。2018年の開幕はトリプル A 級グーイネットで迎え、4月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしたが、4月15日にディフェとなり、 18日に40人枠を外れる形で、トリプル a 級グーイネットへ配属された。5月6日に再びメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りしたが、当番がないまま8日に40人枠を外れる形で、トリプル a 級グーイネットへ配属された。6月5日に3度にメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りしたが、13日にデ d フェ14日に40人枠を外れる形で、 トリプル A 級グーイネットへ配属された。6月16日に FA となったが、翌17日にシーズン4度目となるメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。